弾いたりもするんですけれども、今年からこういうこのクリスマスアドベントで弦楽器をステージで弾くという、いつもは歌、お歌の方とかピアノとかバンドとかはあったんですけれども、今年から弦楽器 の投入かを始めたみたいなので、こういうふうに一緒に聴けてとてもいい試みだなと思って、では次の曲聴、いてください。次はまたガラッと変わってジャズとクラシックの融合という曲です。とても激しくかっこいい曲なんですけれども、ウクライナの作曲家のカプースチンという、方の曲を、弾きたいと思います。では聴いてください。Thank you.
ん弾かれない曲なので、こういう風に野外で弾くことができてとても、楽しかったです。そして次は、じゃあピアノの私のソロを1曲、弾きたいと思います。私自身がフィンランドというサンタさんの国ですね、サウナとかサンタさんの国に留学していましたので、そちらの、そこの作曲家シベリウスという、作曲家のモミの木というとても素敵なロマンチックな曲を1曲弾かせていただきたいと思います。
ありがとうございます。クリスマスの雰囲気を、チェロとピアノで楽しんでいただけたらと思います。では、ファーストステージ最後の曲になります。最後はですね、とても壮大なチェロがかっこいいクラシックの曲で、締めたいと思います。曲の説明できますか？キャリーになってしまいましたが申し訳ございません。最後の曲ですが、ダビッド・ポッパーといいまして、ハンガリーの作曲家なんですけれども、今回このコンサート毎日しているんですが、私たちはどちらかといえばクラシック音楽部門で登場させていただいております。クラシック音楽の魅力を届けたいと思っていますが、何か音の違いだったりとか模索の違いだったり楽しんでいただけたらなと思っています。日々音の違いだったり、食べているものから何から音楽に行くことを考えて生活しているっていう人種でございます。このハンガリーの作曲家のこちらの作品、これから演奏しますのは、ちょっと歌い自由に歌ってからリズムが速くなって、また自由に歌ってまた速くなってっていうものなんですが、ジプシーの音楽です。ハンガリーラプソディと名前がついてるんですけれども、自分の家を持たないで音楽楽器一本で生活して、旅をしていくようなものなんですが、クラシック音楽で今回伝えたいなと思っているのは、勉強じゃなくて血で演奏するっていうのをなんかこうすごいなと思って、やっぱりその違う種族の人たちの音楽のことを探求するたびに違うものを感じるなと思うんですが、日本人というか自分の恥ずかしがり屋な自分でもこう恥ずかしがり屋が好きなと思います。はい、でもすごく我々の息が合う、そうですね、合うかどうか、はい、ちょっとね、試しに、はい、そうですね、かっこいい曲なのでこちらの作品 YouTube ではすごい有名なチェリストとかがすごく派手に弾いてますので、すごい楽しい好きな曲でしたら、ぜひ今後も演奏を聴いていただけますとありがたいです。今日はありがとうございました。
会場内にはたくさんのキノコやヒュッテが登場していますが、この時間は